内臓を動かすことが持久力の肝です。皆さんごきげんよう。アンセムサッカークラブの並木です。今日は雑巾戻しにチャレンジしてもらいたいなと思います。用意していただくものは雑巾か、フェイスタオルを用意してください。フェイスタオルと称して、販売されているものであれば、特に大きさの指定はありません。床の上でやりますんで、多少汚れてもいいものをご用意してください。それではやり方説明します。まず腰幅につま先立ちで座ってください。つま先のラインにタオルの端をくっつけます。この状態で膝がまっすぐ伸びる状態まで行ってから戻す。これで1回です。戻ってくるとき、行くときにグイ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 と戻しても、まっすぐスーッと戻してもどちらでも構いませんが、途中でタオルから手が落ちてしまったり、つま先がずれてしまったり、体の一部が床についてしまったら、そのまま続けてもらって構いませんが、1カウントにはなりません。30秒間で何回できるかチャレンジしてみてください。それでは私もアラフォーもチャレンジしてみたいと思います。いきまーす。壁邪魔。数えてません。お家の床もきれいにしてみてください。